け。大丈夫。雨止まないのかな。雨止まないと本当にないんだよ、待機場所が。お腹がちょっとね、あの夕方からちょっと下痢っぽくて、そう、でまたさっきもちょっと怪しかった、なんか。だからそれで整腸剤飲んだの、8時頃に。そう、なんかお腹がね、なんか音しなかった。助けて、癒される。そう、寒い、冷えたかな。でもね、いつもよりかあったかいんだよな、今日5度あるから。そう、あた、今ね、マグマ入れてる。助けてって言った。雨降ってるんだよね。まだ降ってる、まだ降ってる、霧雨だ。まだ降ってる。でもやみそうな感じがするな。まさかのだよね。今日やると思った。でまさか雨降ってると思わなかったし、俺もそう思ったの。はい、サジェさん、こんばんは。はい、サガさん、こんばんはね。いらっしゃい。やると思わなかった。でも一応昨日見てた人がね、明日か土曜日って言ってたんでね。で来週はちょっとね、あんまり1回ぐらいできるかなっていう。カミさん、こんばんはね。なぜかというと寒いんです、来週。雑談かと思った。あー、いいのさん、ありがとう。お茶ばかりありがとうございますね。風邪ひかないようにね。そう、風邪薬飲みたくないんだよね、俺。できればマグマ使ってトンネル、はたまたのトンネル。本当は僕は向こう行きたいんだけど。はい、マジで佃煮どこね。そう、ありがとうございます。金のお茶僕ってなんかあの、お腹大丈夫。いや、ダメだ、あんまりなんか調子よくない。だから飲んどかないと、多分いきなりほら、なんていうの、下痢とか嫌じゃん。そう、アリアさん、こんばんは。そう、そう、長いっていうかね、あっち屋根ないんだよねあっち屋根ないんだよね。だから濡れるんだよね。 ありがとう、皆さんね、どうも。濡れるんだよね。もう来た、大丈夫。ああ、まだ霧雨だな。霧雨で足が痛い。皆さん、こんばんは。今日ちょっとスマホ変えたんでね、屋根ねえみたい。ここしか、ほら、そちら雨なんです。雨降っちゃって電車が見える。雨降ってきちゃってね。今霧雨になったけど、ちょっとまた降りそうだな、これ。だみんな教えてくれないんだもん、雨出すどうって。神奈川県はこれからどうなのって。ダメか、雨か雨弱くなった今。今降ってるけどね。そう、雨上がりの時にも出るの。あ、延長公園あるとね、ガス綺麗、よかったよかった。今日は YouTube はあのプロマックスですね、13プロマックス。そう、今日は逆になっちゃいました、いつもので。ね、ツイキャスが12プロマックス、はい、京さん、こんばんはね。春さん、スパチャありがとうございます。腹巻きだ、ありがとう。腹巻きありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まさか雨降ってると思う。雨降ってたら絶対行かないでしょ、僕。そう、やめようかなと思う。出ちゃったからもういいやと思って。仕方ねえな、雨だよこんな感じ。そう、今日寒い時はバケでちょっと休みますね、すいませんけど。静かなとこだ。まさか雨降ると思わなかったもんね。でこれ雨降るとまた気温下がるんだよ、これ。なんか今ちょっと冷えてきたもん。金のお茶ありがとう、ナスさんね、あれとね。そう、ありがとうございます。いや、雨だから夜中とか朝方とか書いてあったんだよね。で見たんだけど、雨だすも雨降ってないんだよね。
でも結構濡れてるでしょ。硬化したと思った。そう、僕、いや僕プロマックスですよ、全部放送は。そう、12、13ですね。14持ってないんで静かでしょ。そう、この辺りに晒し首があったんで、だから、え、何晒し首だ、何この紐みたいな、何これ、デレーンって、死体じゃないよな、焦った、何これ、焦った、あー、田んぼのやつか、焦った。そう、この辺結構ね、あの昔あったらしいよ、結構なんだっけ、お地蔵さんみたいなのが。首、お腹痛い。うん、そう、なんかね、生首がほら置いてあるじゃん、ほら晒し首でポンポンポンって見えない、ちょっとほら真ん中のやつ生首見えない、ちょっと遠目に見ると。うん、そう、降らないよ、降らない、降りやがった、まだ降りそうだよ、これまだ降りそう、見てこれ、あー、なんかまた強くなってきたぞ、雨が。見える、あー、余計ね、そうね、お腹が、お腹がやばそうだな。当たったかな、焼き鳥食ったから、当たったかな。そう、焼き鳥と今日はね、あのサバ味噌煮、2日連続。そう、形状だから、この辺りね、結構静かだよね。うん、プン、はい、ありがとうね、お茶漠。うん、はい、ありがとうね。またちょっと降ってきたな、もっと戻る、最悪だよもう。はい、よちゃん、ここはね、あ、降ってきた、また強く。車来んの、早く行ってよ。そう、焼き鳥かな、わかんないけど、サバ煮と、あと、なんかあの、マカロニサラダみたいの食べて、うん、それじゃ当たんないでしょ。そう、食べやすがるかったのかな。マミさん、こんばんは。こっちだったんです。うん、駅のお花備えてるみたい、あ、ほんとすごいもんね。うん、でも犯人捕まってこないだよね、でもね。そう、ああいう凶暴はだってやっとかないとやばいよ。そう、体ね、冷えるよね、痛くなるね。そう、広島行ってなくてよかったもん。だ、広島行くお金なかったんじゃない、やっぱり。アルバイトって書いてあったよ、なんか。だから多分アルバイトって書いてると月給制じゃないんで、多分日給月給な、1万ちょっとでしょ、多分ね、多分1日で出勤日数によって、だからそんな稼げてないんじゃない、多分ね。うん、多分僕の予想では。貧乏、そう、1日1万円ぐらいじゃないの、多分ああいうのって。どうなのかな、頑固な人なの。うん、でもなんかあのモーニングショーでね、朝ね、その容疑者のお母さんがこう前の日にこうインタビュー答えてたみたいよ。よく見つけるよね、お母さんまで。すごいよねマスコミ、お母さんのインタビューで、しかもお母さんもよく受けるよな。見た、俺その時にいなかったんだけど、言ってたみたいね。どうしたらいいのかわからないって泣いちゃったんでしょ。だから怪しいよなって、最初の頃は他人みたいな感じだったんだよ。なんか怪しいよな。そう、そう、インタビュー受けたみたい。そうしてた、泣いていた。でも犯人の母親多分60ぐらいでしょ、多分60、もしかしたら50代後半かもしれないしね。そうなんだ、31だからやっぱりね。
どうなんだろう。今のところ静かです。あ、今井さんこんばんは。マツコに失礼。いや失礼っていうかね、逆にお母さんよく受けたなっていう感じかな。逆にやっぱ嫌じゃん、うんうん、もうだって成人してるからね、もう親から離れてるし、確かにね血は繋がってるかもしれないけど、そこまで行動できないでしょ未成年と違って。やっぱり言ってたよねやっぱね、うん、いや分かってないんじゃない顔は。多分顔出してないでしょ。だって44歳、母親。かくさんこんばんは。はい、あきさん佃煮ね、いらっしゃい。え、44歳、13で産んだのそれはないだろ。44歳は多分44歳なの。44歳ってことは13歳で産んでるの、中学生で。いやだって13歳で産んだってことになっちゃうじゃん。いやいやだって44歳だったらその犯人31だよ。うん、娘39。あ、違うでしょ、違うでしょ、違うでしょ13歳。うん、あ、僕ね2010年ぐらいですね、4月からです。だからもうちょっとで13年です。ベザーこんばんは。いいえ、もう雨降ってます。そう、娘34の日、うん、60いってるでしょ、60近いでしょ。だから、うん、なんて書いてんのこれ。すごい静かだよ。静か。雨止んだ。なんかお腹の調子良くないな今日。あ、進むって名前だね。うん、うん、え、31だったよ犯人は。31だ、ちょっと老けてるよな。うん、塩の道濡れてん、さっき雨降られたんです。そうだからなんかもうちょっとすると雨降るから、止んでもそうなかなかちょっと厳しいんだよね。そうだ、屋根がないとちょっとね避難できないから、今傘持ってる。今ちょっと止んでんだけど、うん、はい、タカさんこんばんは。うん、落書き、うん、感じ間違えてるうん、年齢が老けてるね、確かにね。31であそこまでちょっと増えちゃうと、もう40、50になったら結構老けちゃうよね。雨やんだ。そう、お腹がね、お腹がかんばしくないです、あんまり。はい、高評価ありがとうございます。なんかお腹鳴る。こっち逆走になるからね、こっち側。今やんだな。ああ、やんできた。間違えてた。あ、ほら、お腹鳴ってるでしょ、ほら、お腹。やっぱお腹あんま良くないんだな。気持ち悪い。気持ち悪いさ。大丈夫かな。ねえ、くたくた、お腹が調子悪いんだから今日ちょっとあんまり、そう、体調的にはあんまり良くない。 30% です。 70% 悪いです。あの赤いランプなんだろう。大丈夫。はい、高評価ありがとうね。ありがとう。お腹がね、すいません、あまり調子良くないんでね。大丈夫ではないです。久々に食らったね、なんかお腹調子悪いって言ったな。
え、ピーってなった。サバかな。今言わなかったピーって。はい、ありがとう。ピーって言わなかった今。ピーってこっち側で、この畑側で。ゲリゲリ、ちょっとゲリだね。だから成長剤とガス抜きの、ガス瓶見たの。ピーって鳴ったでしょ、聞こえなかった、戻して、聞こえたでしょ今言ったよ、ピーって。ちゃんと聞いてる？ピーって言ったでしょ、今。YouTube 戻せるからちょっと戻してみて。言ったよ、今、ピーって。なんか落とした今。聞こえたでしょ、皆さん。そう。聞こえませんでした？嘘。聞こえたよ今。あ、お疲れ様、スパチャ、ありがとうね。ありがとう。コーヒー飲んで、ありがとう、すいません、どうもね、ありがとうね。コーヒー飲んだらちょっとやばいかもしれないからね。お腹調子悪いから、紅茶あたりぐらい飲みたいですね。ありがとうございます。聞いてなかった。それじゃありがとうございます。うん。聞こえなかった？ダメ？ちっちゃかったからかな。電車来たよ。うん。お父さんありがとう、うん。戻したき、わからなかった。ちっちゃかったのかな。なんかピーって。虫かな。そう、前も聞こえたよ。虫がいんのかな、ピーっていう虫が。ピーピー虫っていう。ね。いるのかな。この次どうするかな。こう次で終わりになっちゃうと思うんだけど、多分あんまりちょっと今日長くできないと思う。お腹の調子悪いから。次あそこ行くか、じゃあ病院のところ。屋根付きだから。6両の電車。そう、お腹がねちょっと良くなればいいんだけど、お腹があんま良くないから。虫かな、うっすら聞こえた皆さん。そう、次の場所2箇所、今日2箇所だな多分。なないもんな、屋根付き。そう、お腹の調子もねあんま良くないから、イヤホン聞いてないかもね。あ、何今のドスって、左でどうすって。行きましょう。なんか今落としなかった？何もないのに落とした。なんかいるよね、なんか落とした。今左側で異常発見、異常。なんか落としたよね今ね。ちょっと出てみて。なんか落としたよ。なんかこっち側でなんかね、ドスみたいな感じ。なんか落とした。ドスじゃないかもしれないけど、なんか落とした。うん。みんな耳あり？ちょっとあれですよ、テレビとか見て、見ながら見てない？聞こえたでしょ、今の大将。戻して聞いてみて。うん。だってここ、川だから何もないよ、ここ。見ての通り。何もないから音しないはずだよ、こっち側から。川だしこれ。うん、へい、してないよ、してない、してない。うん、左耳悪い、やばいなさ。うん、ねえ、絶対いる。ダメだ、わからん。戻したけどわかんない。ななさん大丈夫？耳の中掃除した方がいいと思う。マジ。うん、そう、なんか落とした。なんか変な音。うん、家だとちょっと距離が遠すぎる。なんか落とした。うん、で、ここでちなみにこうやってた時に、あの辺の家からキャーとか言ったらどうする？殺人現場。あのちょうどスクリーンにこうね、あのシルエットに映ってて、夫が妻を殺してた。
いや見に行くじゃないで行かないでしょ。わかんないもん、人の家だから。風景でシルエット見えちゃったら怖いよね。警察より先に行ったらダメなんで、住居侵入になっちゃう、他人だから、やっぱり他人の家、そう言ったら、言ったらやっぱ通報なんじゃない。だけどわかんねえじゃん。あ、消えた、電気消えた今、あれついた、あれあれか、あれ消えた、え今消えなかった、すげえ不気味なんだけど、消えた。今電気ついたのがいきなり消えたよね。人影が見えた今。リスナーさんなのかな。怖いな。あの家なんかあるかな。あそこなんかやたら明るくない？消えたね。寝たのかな、もう。高校になんかいそうだね、向こう側に若いやつが。明るいよね、あそこね。雨やんだな。これ傘持ってると動きにくいんです、すごい。ついたり消えたりしてたよね。なんか見てたのかな。あ、でもまだちょっと降ってんな、霧雨。まだちょっと降ってる。こっち来た？いる？喋ってるな。コロナが喋ってる。あ、逃げよう。コロナかもしんないから逃げよう。あ、こっち側もかよ。やばい、追い込まれた。左右でか。結構登ってるから疲れんだよ。迫ってくる、悪魔が迫ってくる。疲れるな。荒木さん、スパチャありがとうございます。すいません。ね、心霊現象っぽいよね。ゆっくり歩いてるんですけど、上り坂だから結構来るんですよ、これいっぱい来てるからね。疲れた、息切れする。今日も腰が悪かったからな。疲れたな。ドキュンだろう。うるせえなこいつ。ドキュン。お疲れ様です。うるせえなこのクソガキや。こいつか。そう、カメラマン全国制服。喋んなくていいよ、マスクしてねえから。向こう行って。え、いや、いい、行って。マスクしてねえべ。マスクしてねえべ。だから向こう行って。
はい、さよなら。うん、そうマスクしてねえから向こう行ってカメラマンですかって。冷たいから俺マスクしてねえから冷たいから。うん、そう言ったでしょ、来なくていいから来なくて。お前コロナ持ってるかもしれないからダメださよなら。でもまあ真面目だったよね、さよならっつってそうマスクしてないよ向こう行ってす。あ、当たり前じゃん、コロナ持ってたらもう移っちゃうからね。そう、いやもう渋滞ぐらいだ、渋滞ぐらい。うん、今怖かった、俺結構冷たいから。うん、あのほらマスクしてれば別に言わないんだけど、そいつらがほら万が一コロナ持ってたらうつるから、うん、徹底してるよ俺は。ほらうちの味がいるからうつったらやばいんだよ。うん、だからしょうがない、あんまかかりたくないんだよ。そう、いやなんか見たかったなと思うよ、多分何やってるのかなって。だけどマスクしてなかったからそう、そんなに滞在したね。でもね、いい子だったと思うよ、さよならとか言って。うん、だって普通にマスクしてなかったもん、二人とも。そう、追い払ってよかったですよ。そう、それのね、追い払わなくてコロナかかっちゃうかもしれないからね、やっぱ徹底しとかないと危ない。うん、なるべくかかりたくないから。そんなの結構僕ごらん置かないから僕うん、そう礼儀正しい、いや違うと思うよ多分うん、マスクしてたらね何やってると教えてあげたんだ。うん、全国で放送してますって言っといたからカメラの見えるでしょ、だってこれマスコミにちょっと見えない、機材がねマスコミみたいなのね。そう、機材がねマスコミみたいなけど機材がね、うん、中学生高校生ぐらいじゃないかな多分。うん、子供的な感じ。うん、いや俺はっきり言うよ、だってマスクしてないとやっぱり映りたくないから今はね。だから俺はこういうほらあんまりこう人が来ないとこ行ってんの。でもこの機材見るとカメラっぽく見えるんだよ。うん、不思議そうな人間見てるよ、そんな珍しいのかな、カメラっぽく見えんだもんね、多分マスコミが来てんのかなって。多分カメラっぽく見えんだろうね。ちょっと待ってね、ちょっと傘を入れて、なんかでも暑くなったな、暑くなった。なんか高校生っぽいのかな、ね、マスクしてね、すごいな。今の高校カップでの高校生はしてたけど、チャリンコで来たんですよね。あの靴スニーズも何か行けるんですよ。じゃあ
次ですね。見てください、この雨。雨は夜更けすぎにって感じじゃない？どこだ？はい。どこだ？表示します。ちょっと待ってね。雨止むかな。どうだと思う？無理だな、これ多分降るだろう。またどう思う？よく通る道に規制。今5度だね。5度、5度、5度。いつもよりが暖かいよね。やっぱ5度だから、いつもがこの時間でだいたい1度とか、下手すると氷点下、体感温度がね。車の温度計で5度だから結構暖かいと思うよ。そう、暖かい。いや、いつもよりかあったかいよ、全然。この時間で10時頃ぐらいで5度っていうのすげえあったかいよ。最近だってもう本当にマイナスが多いもん。いや、下手すると1度、2度の世界だから、絶対あったかいよ、今日。ただ、お腹がね、少しずつ良くはなってきてるけどね。あんまり良くない。本当はちょっとあっちの方行こうかと思ってんだけど、お腹が調子悪いからちょっとやめとこうと思ってね。あんま遠出できなかった。今日飲んどいてよかったな。でも鼻水出てきた。ちょっと一服したら行きますね。あそこ行くか。じゃあ、やっぱちょっと降ってんもんね、まだね。俺また降り出してきたよ。また降り出してきたよ。あのポツンポツンってなんか濡れてるもん。ここも怖いでしょ。これ昔ね、全然街灯なかったよ。今だからあるけど、この辺りも街灯全然ない。やっぱりあれだよね、あんなね、繁華街で賑やかでも刺されちゃうからね。こういうところだと怖いよね。しかも防犯カメラねえじゃん、こんなとこね。北海道、あれ読み上げなんないよ。なんで、あ、そうだ、俺ボリューム下げてんだ、ごめんなさい。なんかね、なんでなんねえのかなと思ったらボリューム下げてたんだ俺。ボリューム下げてたんだ。そう、ごめんなさい、ツイッターで、ツイキャス。なんかなんねえなと思ってて。入れてんのになんでなんないのかな。音量下げてた、前回に。いつもの癖で。ああ、それ一服したらいいかもね。どこ行こうかな。雨降るよね、多分。どこかな。やがっと雫のママさん、外避なかったら怖いですね。そう。怖いよね。やっぱちょっと降ってるよね。降ってきてるね。ちょっと当たるんだよね、まだね。こうさっきも、ほら当たるもん。ほら、ポツンって。降
降るな、降るな。ほら、またでかい粒がポツンポツンと当たってきてるもん。また降る、これ。じゃあっちしかないじゃん、もう。パターン的にね。ほら、降ってきたよ、また。誰降らない、降らないって言ってないか。降るな。間違いなく。絶対降る。もう降ってきたもん。ほら、わかる？ポツンとしてきたの。ほら、わかる？ほら。雨がまた降ってきた。行きますか。あ、降ってきたな。ようちゃん笑顔、笑っている目、頬を赤くしている。3、パラパラしてる。また降ってきたでしょ。右方向、レベル3、レーダー式取締エリアです。スピード注意。レーダー式取締エリアです。スピード注意。ダメだな、今日はちょっとあのやりすぎじゃないと。サラサさん、夜遅くは降るって言ってたけど、ね、こんな早い時間は降らないはずなのにね。そうそう、俺もそう思ったの。だからちょっと今日軽く行こうかなと思ってて、予想外で、お腹痛くなっちゃって、本当はちょっと遠出してもちょっと屋根付き行こうかなと思ったのトンネルを前場の方行こうかなと思ったの。そしたら雨降られちゃった。でお腹痛くなっちゃったから、ちょっと遠出やめとこうと思って、緊急性があった時やばいからと思って。あ、降ってきたね、やっぱりね。取締エリア外です。また降ってきた。降りすぎだろ、ちょっと。行けてよかったな、ちょっとね。行けてよかった、行けて。まあ1週間ぶりだからね、とりあえずね。先週はあれ、火曜と木曜だったから。サラサさん、私も昨日やお腹痛くて壊れてた、同じだ。そう、お腹が、ね、急に痛くなった。夕方から。それも全然平気だった。今日ガッテン食べたから。ガッテンで当たった7時で。当たんねえだろ。ね。5度。気温はでも高いんで、いつもよりか。先週よりか全然高い。今こっちやんだかな。結構降ったみたいな、路面がね濡れてるもんね。あ、また降ってきた。また降ってきた。霧雨だ。道を歩いてるよ、こいつは。ああいうのがダメなんだね。こんな時間まで仕事してんの？こんな時間まで仕事してるってことは、あれでしょ？朝ってゆっくりめなんだよね、多分出勤。10時だもんね、今ね。
東京まで行ってる。
雨はどうでしょう。大丈夫かな今のところ。皆さん到着お疲れ様です。雨上がりの要因さあちょっと準備しますね。気持ち悪い。うなんか気持ち悪い。結構あったかい。あ、ちょっと降った。ブツンと当たる。やっぱ降ってきたな。ああ、なんか倒れてた。不安。あ、切れてったこれ。設定電圧に低下したため駐車監視モードを終了します。はい、亀さんね、どうもね。あ、また降ってきた。あ、また降ってきたわ。強くなってきた。ああ強くなってきた。はい、ニューヨークね、ありがとうございます。あ、すみません、こんばんはね。ね、ジュミさんね。はい、古川さんもう寝んの、おやすみなさいね、明日ね。ベンガンやってるよ、病院。怖い。不気味だよね。静かでしょ。雰囲気ね、もうこの畑だからね。うん、元気になった水田さんね。うん、あ、降ってきやがった。何なのこの今日の天気。ダメじゃんぞ。暗いな。はい、山口さんこんばんはね、いらっしゃいね。ここもあんまり人いないんだよ。雨降ってる。そう、また降ってきちゃった。もう今日も雨だね。静かでしょ。たまに犬の散歩はいるけど、昔ドキュンいたんだけど、なんか放火してから来なくなったね。多分やつらだと思うんだ、犯人が。そう、放火があったんだよ、ここ。それ以来来なくなってたもん。見なくなってたもん、あのスケーブルになる。あいつらがやったんだよ。あ、なんか結構降ってきた。
いや結構降ってきた。また音がすごいしてる。アンチされたの。はい、皆さんこんばんは。雨降ってきてる。また何なの今日は。あんなとこ曲がってくるの。あんなとこ入ってくるのタクシー。休憩かタクシー。休憩だな。風邪ひかないのね。あれとね、タクシーが真っ暗だよ。雨が降りすぎに雪に変わる。変わらないと思う。こっちは変わんねえと思う。タクシーよそが雨だね。ほんとだよ。降らないと思ってたからね。ごまちゃんこっち来ないよ。なきゃない。ごまちゃんとこっちで営業できないもん。こっちに乗せることはできない。こっちの来ることはできるけど。そう、予定かよ。精神的に落ちてんの。そうなんだ。メンタルがダメなんだね。じゃあここはね、そうだね、犬とかね、夏場とかカエルすごいよね、合唱がね。で、この病院はね、夏場の時に結構声が聞こえたんだよね、夜中なのに。で、これ精神病じゃないからな。カエル冬眠してるよね。落としてたよね、この間ね、上がドスーンって帰る。懐かしい。ゲロゲロ。カエルの合唱好き？いや、この間ね、前回行った時はなんかドサーンってなんかすごいですよ。好きしました。はい、いいえ、どうもね。してたんだよね。今日は静かだ。で、意外とね、今日あったかい。いつも以上に。いつもはもっと寒いから静か。落としてた。これ法かなと。とかもほらね、これ法かなとね。ね、落としてた。捕まったかな。これでも捕まったらこれもう間違いなく放火、罪重いから10年いくぞこれ。放火もう一発で実刑だから。実刑10年だから。10年以上ね。やかんどいて。どうすんしたよね、前回ね。今日静かだよ、すごい。そう、放火してんの。ここも放火の後で、だから、ほら。そう、だからあいつらだと思う。スケボーでいたもん、ガキが。で、それ以降来なくなってたんでね。だから多分事件、
で、捕まったらもう時系だからね。あ、本当、赤木で今日お大事にね。ああやつだって俺関係ないじゃん、もう。で、捕まって初めて罪の重さが分かんだ。放火は結構やばいから、未成年でも結構長く入れられちゃうよ。あ、あの人さん、スパチャありがとうね。あとでコーヒーありがとうございます。すいません。新型あった。ありがとうございます。ここ源頼朝系なんで。あ、そうそう。あれ知ってますよ、皆さん。森永親王って知ってますよ。あの鎌倉にあるんですけど、銅を使ってるのがね。めっちゃ怖いんですよ。今もう入れない、今入れないのかな、多分。そのね、首がね、毎年、山梨なんですけど、1月15日に、その日だけが見れるんですよ。本物の首が、生首が。あるんですよ。それ鎌倉のね、時代ですから。あのちょうどね、北条家が、まあ、鎌倉幕府が滅びた頃の人だからね。森永親王の呪い系。知らない？見たことない。ちょっと森永親王の首って検索してみてください。今あの顔を見てください。本物だ。あれ本物、あれ本物。危ね、頭蓋骨あるから。ちょっと調べてみな。森永製薬じゃないかね。製菓なら知ってるけど。見てるよ。あの、北さん見たらしいよ、本物。俺見、あの、現物は見たことないけど、ネットに転がってるから写真を。ちょっと見てみて。いや、マジでいかついから。ちょっと見てみな。いかついから。雨降ってる。見てみな。ちょっとすごいから。生、あれだ、なんで生首か知ってる？わかる？あの、一応天皇の子供だからね。なんだけど、逆らっちゃったから、こう、幽閉されて、処刑されて、首を落とされるんだよね、晒し首に。で、それを奥さんが盗んで、山梨まで運んで、奥さんも死んじゃった。未来出てきたでしょ、本物から、本物だから。結構怖いですよ、その顔。森永親王。その森永じゃないけどね、感じは。ちょっと検索してみたら。気絶と思う。いや、でもね、あの、ちょっとあの、骨に、なんか、漆とか塗ってるんだよね。ちょっと目が怖いんだよ。目が水晶入ってんだけど、目がリアルにこっち見てんじゃねえかよ。そう、森永親王。課長親王じゃない。あ、それじゃない、それじゃない。そう、K2 さんのが正解。森吉って感じね。森吉ってか、読んで書いて、森永っていう。目が怖いから、見てみな。目が怖いから。見た？そう、僕はその神社行ったことあるよ。行ったことあるけど、1月15日じゃないと、あの、こう見れないんだよね。しかも朝早くからやるんだって。朝早くの時間だけが見れるんだって。ガラスケースに入って。見た？石碑あったでしょ？これ。これがそうなのね。これが頼朝のあれなんだよ。関連してたやつ。頼朝の子供なんで、子供の。そう。そう。え、大丈夫？見ちゃった？そう、ミイラっていうかね、あの、加工しちゃってるんだけどね。見た？めちゃ怖いから。そんな見るの怖い？いや、見てください、皆さん。そうね、予想ね、ベンジさんね。そう、でも住所分かっちゃったよ、僕。犯人の住所とか。すごい近いんだよ。犯行現場からマジで。見た？怖いでしょ。見てきた？頼朝じゃない、森永親王。そう、鎌倉宮僕行ったことあるから。そう、あの、そのすぐそばに墓が、銅塚があるんだよ。その墓、そこも心霊スポットなんだ。めっちゃ怖いよ。あの、なんか光もんとか出るから、本当に。火の玉みたいなのが。もう見ちゃったから、俺、現に。
あの階段が怖いんだよ。落ちたら死んじゃうぐらいの階段だから。雨降ってきた。困るかな、行けるのが。見てきた？見てない？見てみな。かなり怖いから。目つきが怖いんで、目つきが、目が。あ、結構降ってない？結構降ってない？墓があるんですよ、ここね。結構降ってるよ。また怖えちゃんで見てよ、藤田さん。そう、また降ってきたよ、すごい。火の玉、そう。ハンサムだった？いや、結構怖いでしょ、あれ。リアルっぽいし。しかし、よく降るね、雨ね。今まで降らなかったら今度すごいよ。リアルで怖い。見た？うん。あれ、こう、1月15日だけが、そう、見れるチャンスなんだ。だから、もう今年終わっちゃったんで、ニュースやってたよ、ニュースで。で、今度来年だね。うん。また閉められちゃう。封印されちゃう。雨降ってんの、これ。音してんだけどな、雨降ってる音。こっちでそう見てるような気がするでしょ、皆さん。そうそうそう、そこなの。それがほんと怖くてね。鎌倉最強とも言われてるの。今はなんかね、この間のなんかで、階段がぶっ壊れてたみたいで、登れないらしいけど、こっち降ってないの？羨ましいね。降ってるよね。あ、降ってるよ、ほら。ほら、また結構降ってる。見て、ほら。わかる？ほら。濡れてすごいでしょ、ほら。雨。また降ってるよ。これ嫌がらせ？ヤジさん、こんばんは。歯もあるよ、そう。見た？これ嫌がらせ？この雨。現場に着いたら雨だよ。もう本当に。見えてるでしょ？最悪。濡れるのもすごい。さっきと一緒のパターンじゃんね。お墓。雨男。いや、でも全然最近降られてないよ。全然降られてないよ、最近。南の方だけなんだ。こっちだって、サラダも降ってんの？こう降ってたらさっさとも降るでしょ。これ茅ヶ崎だよ、だってここ。そう、参ったよ、本当に。そう、強くなってきて、なんかさっきもそうなんだよね。で、終わり頃になって止んできて、で、また移動して着いたら雨だよ。嘘でしょって。だからもう今日はあれだね、こういうちょっと屋根がないと厳しいんだね、もうね。ボツボツって言ってた。じゃあ降ってんな、多分。降ってる？削るのとこも。だからなんかね、もうダメだね、今日はね。雨だね、完全に。あ、でもここまで来れたな。そんな強くないな。そんな強くない。昇格で。花とか焼いてんのかな。降ってた。やっぱダメなんだ、今日もう雨なんだ。あ、降ってるな。濡れるもんな。濡れる。マイナス6度。雨降ってない。今外出たらやんでた。また降るよ。今日はダメな日なんだね、雨がね。こっちは降ってる？降ってない？こっちは降ってんだよね。で、暖かい雪、多分、おそらく今までに比べ、先週とかに比べたら全然。
だ来週がやばいんだよね。ああ、日野田も言ったけど生首分かんなかった。あのね、江戸時代の、あ、明治時代じゃあんだけど、初期のあの暗闇坂ってあるんですけど、神奈川の処刑場ね、そこで御用だ御用だって書いてあってね、木がポンポンポンって立って、棒があって、ポンポンポン生首が晒したんですよ。それがネットに流れてます。本物、本物の生首。もう顔が血抜けがないからもう怖いですよね。逆に怖いね、あれね、うん、晒し首ってね、もう青ざめてんだもんね、肌とかね、うん、寒かったね今日ね。そう、うん、そうなんで、降ってるんだ雨が。あれすごいよね、あれ明治2年だからね、あれ明治2年だからね、まだちょうどね死刑があったんだよな。生首、あれ外人が撮ったんですよ、写真、当時の外人さんが。うん、そうそうそう、そこの峠で死んじゃったんだよ。でその神社がで預かったって感じ。そう、その前にもその奥さんの神社があるんだよね。うん、なんか言った、何も言ってない。なんか言ってない。そう、あれはすごい、あの顔はすごいよ、本物はほんとほんとすげえなと思う。はい、了解、江戸さんね。うまく急にできなかった嘘、今日調子悪いのかな。はい、おやすみさんにね、またお願いします。うん、すごい、多分血抜きしてるけどね、あの晒し首はね、血抜きして、胴体どこ、胴体どうなんだろうね、胴体どこか埋めちゃったんだろうな、もう。でも多分臭いと思うよ、声聞こえた、なんか言ってたよね。うん、なんか言ってたな。これがそれでしょ、その現場ですよ、雨降ってる。ここにだからそのあったんでね、あれが。ほら書いてあるじゃん、ほら、この地一帯は中世ね、なんとかこう、あーすげえ降ってる、懐ジマット言われた。うわ、すげえ降ってるよ雨、マジでマジ結構降ってるよ、結構降ってる。で、書いてあるんだよ、もう森、より、何、頼朝のほら側室、源頼朝の側室がね、源子を見守りますが、正室の北条政子に知られね、大庭の手に身を隠しました。いや、浮気して男の子産んじゃったんだね。うん、うん、えなずかってね、うん、ほら埋めたのって、収めたとこからえなずかって言われてる、島津となったんだね。うん、島津の、そうだった。雨すげえ降ってる。あ、来た、救急車来たぞ、運ばれる、来るぞ、こっちだ、こっちだぞこっちだぞ、こっち、そういうこと。来るぞ救急車、救急車来るぞ、近づいて、ほら、ここ病院だから、これ運ばれる多分。はい、高さんおやすみなさいね、ゲロゲロ。はい、またね、ありがとうございました。朝早いんでしょ、明日ゆっくり、ね、寝たいんだけどな、薬があるからね、起きなきゃ、
9時には起きなきゃ。明日久しぶり休みだな。怖かったでしょ。暗いよね、ここね。転びそうだもん、なんか。あれでも救助来ない、来ないくない？え、どこになってる？行っちゃった？なんか離れてってるような感じするんだけど。鳴ってること鳴ってんだけどな、どっから鳴ってんの。真っ暗だよここ。いや来てるね。結構遠いんだな、まだ。いや多分病院はこっち側しかないよ、ここしか。この辺りとか駅とかの方だから、でかい病院は向こうないから。向こうの人はみんなこっち来なきゃいけないんですよ。病院がないから。でかい病院がないから。うん。こっちないはずだけどね。茅ヶ崎はないよ。さらし首ね、そうだよね、本当はね。だ今の状態だと、昨日見てたんでね、ストーカー殺人のその事例とかね、裁判記録とか見てたんだけど、やっぱり20年がいいとこなんだよ。そのね、無期懲役とか死刑はまず厳しい。だからなんかこうつけて、わかるでしょ。で今回ほらナイフを持ってたらしいから、おそらくこれ別件で多分次あの銃刀法で多分逮捕されると思うんだよ。それで多分付け加えて22年とかじゃない。うん、もしくはそのぐらいじゃない、いいところ。だから例えば22年で多分20年ぐらいになっちゃうんじゃない、実刑が。2年ぐらい短縮されちゃうんだよね、なんかね。反省してればね、更生の余地があるってなんかなっちゃうんだよ、裁判員裁判でも。なんかだからあれ裁判員ってなんか思ったけど、結局裁判長に丸め込まれちゃうんじゃんってね。いや事例がないんですけどとか言ってね、裁判員がなんかみんな死刑って言うんだ、死刑にすればいいんだよね。はい、おやすみなさいね、水さんね。またお願いします、お疲れ様ね。またタイムお願いします。どうもね。そうそう思わない、だってみんながね多分ね言われちゃうんだよ。いやあの難しいんですよねとか言って、多分裁判長にこの基準があっ って死刑にするにもって。で多分警察もほらもう基準があるから死刑とかできないんだよ。あれでね死刑にするといった場合は、例えばこれ殺してそのままガソリン撒いてこう焼いちゃうとかね、そうすると死刑になる可能性がない、ね、あれはね。やっぱ例えば40箇所刺されても大体20年、見てるとね、判例を見てると。そう、俺もそう思う、裁判員ってね。だから死刑になってないじゃん、みんな見てると。裁判員裁判やってても結局あれはね、裏で言われてんのよ、裁判あの判決する前にね、一応言うじゃん、どうしますかって。で多分死刑って出てんだと思うよ、出てんだけど、いやでも死刑はあの判例があってとかでね。例えば検察が死刑を執行ね、まずしないと厳しいじゃん。しなくても上げることはできるんだけど、そう、どっちにしろ多分ね、死刑まで行くにはちょっと厳しいんじゃないかな。あのやっぱり亡くなった人数が1人とかね、条件だから。埼玉の事件見て3人殺したでしょ、あれはもう死刑の分類なのよ。で今否認してるでしょ、否認するに決まってるよ。どっちにしろ死刑だけど長く行きたいから、やっぱり。証拠があってて、俺はビデオ載ってても否認するんで本人は、どっちにしろもう死刑だって分かってるから、そう、親がかわいそうだよね。
し、俺だったら死刑でいいと思うよ。これ晒し首で、いいよみんな切り入れてつ、あどうさんこんばんはね、いらっしゃいねって、これで晒し首で俺蹴っ張っていいよって、サッカーボールキックでもいいよとか言って、でも中にはね、むごいっていう人もいるのよ。むごいってね、そういうのがあるのよ。はい、こぞさんこんばんはね、いらっしゃいね。なんかね、なぜか知らなきゃいいんだよ、そういうのはね。同じ目に会いたいよね、会わせたいよ、家族としては、だって事件の日まで、朝までちゃんと仕事してらしいじゃん、だってね。で、その後やったんでしょ、夜に。そう、ここだけ明るいよね、すげえ。そう、場所によってはあれじゃない、なんかああいうのなんかあるでしょう。なんか昔ほら首狩り族とかあったじゃん。あの首をね買ってね、そう干してちっちゃくして、あのなんかキーホルダーみたいにしてるのがあって、なかった、危ねえから一応ね。やっぱ雨降ってたんだな、ここ病院。静かだね、寝てるよね、もう消灯だから。最近静か、なんなくなったね。いや、ほんと昔聞こえた声は多分あれじゃないの、あの認知症で声を夜間徘徊してて発狂してたんじゃない、その声が聞こえちゃってたんじゃないの。いるじゃないか。でも病院ってね、あの結局もう弱っちゃうからね、入院してもね。なぜか知らないけど、なんかもう生かすんじゃないで死なせるって感じの方になんか捉えちゃうよね。病院イコール年を取ってね、病院取ってイコールさあ亡くなる準備ですみたいな感じで、多分ほんと見てると。で、病院ほら無理させないから、絶対ね、食べれなかったらそれで終わりだし、点滴入れて終わりじゃん。そんなの死ぬに決まってるよな。これ何、寮なのかな、寮じゃねえよ、なんか病院だよな、そこだけついてるんだよ電気が。そう、病院を最後の砦だからね。お、あ、来た、パトカーが来た、パトカーなのあれ、赤止まってるあ、違うわ、救急車だ、救急車来た。なんで救急車なの、鳴らしてないで、鳴らしてないで救急車来たよ。止まっちゃったよ、なんでそこ止まってんの、なんでそこ止まってんの、え、なんで救急車このサイレン鳴らさないでそこ止まってんの。え、なんでそこ止まってんの、救急車、病院ここじゃないよ、こっちだよ。心肺停止？あ、でも心肺停止だともう運ばないでしょ。
いや護送した後だとかかと回さないでしょ。うん、そうでしょ。じゃそうなんで、あ絶対ね食べさせないよね、無理させないから。だから病院入院したらもうなくなっちゃうんだよ本当に。分かってたもん俺も、うちのおふくろとか。うん、いやもうそれそうなんだよ、もう諦めちゃう病院が。うん、なんでそこ止まってんの。あ動き出した、動き出した。ゆっくりと動き出した。救急車乗ってるっぽいんだな。あ死んじゃったのかな、死んじゃったのかもしれない。だからもうサイレン、心肺止まっちゃったんだよね多分。でもでも心肺止まってたら、止まってても生きてるからな、まだまだ生きてるから。病院行ったよ病院、やっぱり行ったわ病院行った。もうサイレン鳴らしてない時点で怪しいよな。いやもう多分止まってんなこれ、亡くなってんな。で病院で死亡診断書書いてもらうんだね多分。うん多分サイレン鳴らしてない時点で多分もう死んでるね。うん、まあ生きてんで法律上は、だから心肺停止だから多分鳴らせないんで、もうそういうもんなの。そういうもんなの。あの生きてるとまだほら心臓とか止まってないと、もう時間が時間なんで心肺でも相当止まってたらちょっと厳しいの。急変、いやだって普通来ないよ病院。鳴らすでしょサイレン絶対鳴らすよ、鳴らしてないじゃん。受け入れ拒否だと病院行かないから絶対行かないから。そうだから最初にこう搬送するとき受け入れ OK じゃないと動かないから救急車が。うん、だもう亡くなってる可能性が、うん、亡くなってて一応搬送だけして、そうもう現場で死亡確認、多分事故とかで死んじゃっててね、搬送してて多分病院の方に行って診断書書いてもらうんだけど、警察が入るから、うん、警察がまあとりあえずこの病院入れてくださいって言ってで解剖するの。うん、そう医師じゃないと一応ね、あの診断書書けないんだけど、現場でかあの死亡確認もできるの。よほどね、あの例えば首が飛んじゃってたとかだともう死亡じゃん、生きられないじゃん。いや急変だって生きてたらあのサイレン鳴らすもん絶対。多分亡くなってるな、亡くなってる。奥行っちゃったの、あとからパトカー来るかもね。うん、奥行っちゃったもんだって。奥行っちゃったでしょ。あ、今そこにいるな。そこにね、ほら。あと消えた、消えた、消えた。あれ奥なんだ。あそこ霊安室。霊安室。うん。命があったら気温がサイレン鳴らすから。サイレン鳴らさないでやっぱ来たら大体死んでる。霊安室はいい、あそこですよ。確認するんじゃない、動向とか見て。すごい興奮してるよね、うん、あの動向とか見て亡くなってるか見て、医師のが診断なのかいろいろあるじゃん。あの在宅でもうね、そうなんていうの、あのもう先生が在宅で来て、入ってくれる人がいるじゃん。まあうちの服もそうだったんだけどね、もう最後のケアとかになってると自宅で亡くなっても警察入らないんですよ。なぜかわかる、もうか先生がもう最後のね、あのいわゆる最後のケアに入ってるから、就寝ケアになってるね、あの最後のもう亡くなるケアに入ってるのね。だからもう死亡はね、例えば病院運んでもらってもその先生書いてくれる、あの事故として扱わない、もうがんで亡くなってるってなってるよね。そういう場合搬送されても多分もう亡くなってたらあのサイレン鳴らさないで、そんな感じじゃない多分、おそらくもう見取り状態で家でね、で亡くなっちゃったからあのとりあえず救急車運んで
で、あの診断書書いてもらったのね、そういうのもあるし、いろいろあるんだよ。うちはほらおふくろが希望だったから、その先生が書いてくれるって言ったから、そういう場合はある。そう、 AED やっても死んでるからね、もうね、もう死んでるから、もう難しいと思う。あ、警察来た。警察だろこれ。警察、違う覆面じゃない。あ、これ多分遺族だな。遺族、今の遺族だな。多分遺族だな。遺族だな。残りの遺族が来たんだよね。あ、もうでもそう、亡くなってるね。あ、匂ってる、匂ってる。さっき吸血取ったじゃん。匂ってる、あの匂いが。死神が通った匂いがしてる。なんだこれ、なんかお線香っぽい匂いするんだよ。なんかあの腐敗臭みたいな。あ、もうなくなってるな、さっきの。匂ってるもん。うん、匂ってるぞ。うん、変な音してる、キューブリさん。なんかね、今ね、救急車運ばれたのね。でもサイレン鳴らさないで運ばれたのね。赤灯だけ回ってて、で多分僕の予想だともうなくなってて、うん、なんかすごい匂うんだよね。してない、あのよく亡くなった時の匂いするって。してない。あ、知らないんだ、みんな経験ねえんだ。怖い。いや本当なんだよ、マジ動くよ。亡くなった人でもこれこう勝手にこう動くときあるよ。死後硬直で動いちゃう。怖いでしょ、ベッティさん。亡くなってんだよ、勝手にこうこうもう亡くなってたら普通こうじゃん、動かないで手がパッこうってあるんだよ、マジでビビるよ。でも死後硬直とかしょうがないし、筋肉が固まってくるからどんどんね。で動いちゃうんで、ポンってこう無意識に。だ、焦ると思うよ、死んでんのにね。だ、仮装してる時なんかそうだよ、みんなあのバーナーでバーってやるじゃん。だからいきなりこうカーンって起き上がったりとかするんだって。カン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 って棺桶の中でこうやって。でもこうなった方がいいんだって、なった方がすぐ焼けんだって。そうしなかったの皆さん。あのね、こう動いた方が仮装焼いてる時の方がだいたい1時間ぐらいで綺麗に焼けん。長く時間かかる人って動かない人がダメなのって。生き返る、生き返るんじゃないの生き返ってないの、スルメみたいな感じ。スルメが焼いて、そうそうそう、そんな感じ。例えると熱く熱を上げるとパンってなるじゃん。それと一緒、同じなの。だ、皆さんは亡くなった人を仮装してる時は見れないじゃん、食事するでしょ。その間にそういうのを見てくれてるの、みんな焼いてる人ってね。いやでも匂ってたよ、さっき匂ってなかったのに匂ってる。あのなんか亡くなった人時の匂いだね。俺ほら特養やってたからね、看取りがあるから何人も見てるからね。 何人っていうか多分相当見てるから、やっぱ匂うんだよね。何なんだろうね、あれね。あ、残ってた、焼けなかったんでしょ、入れ歯はね、多分ね。匂ってる、なんか変な匂いが。多分なくなってるな、あれな。なんでサイレン鳴らさないかなと思って、ああなくなってるからかと思って、向こうから見えるかな。そうだって、あれ千何度あるからね、火葬場の温度って。でも焼けない人もいるんだって、千度で焼いても全く焼けない人もいるんだって、中に。あ、全部残った、金具残った。怖いよね。そう、火葬場の匂いとかみんな匂ってるでしょ、この異臭みたいな匂い。あれあれ、あー首が痛い、肩落ちた。なんかあそこでいるぞ、暴走族が。チャリンコ暴走か。そう、なんか振られてるから、元戻ってたの。
向こう行きたいんだけどな、あそこにいるんだよな、チャリンコ坊主かかる。たっかくん、あ、そうなんだ、薬物、あ、溶けちゃってんですよ、薬物でね、多分ね、そう、多分向こう行ってみるか、多分なくなってんな、なくなってんの搬送だな、多分嫌な仕事だよね、死亡診断書取りたいからすぐに取りたいんじゃない、多分。でも多分あるね、多分先生が入ってればとりあえず次の日には書いてくれるんだけど、そう、うん、気になって見てるとか。いやでも大体3位になってる時は命がもらえるんで、うん、もう心肺停止って皆さんよく聞くでしょ、もう心臓と肺止まってるからほぼもう無理なんで、生存率かなり低いから、心肺停止って、まあ、大体5分以内でもう行かないと厳しい、あの脳がもうね、あの障害を起こしちゃう、脳がね、障害を起こしちゃって、生きたとしてももうまともに動けない、うん、もう今度こっち側かしら、なんかさっきの犬だった、即死みたいな、うん、いや即死っていうかね、脳にダメージがいっちゃうんだよね、脳にダメージが、そう、心臓と肺が止まってるでしょ、ってことは脳だけ動いてるわけだよね今ね、うん、すごいね、めちゃめちゃ興奮してるよ、みんな元気、すごくない、興奮しちゃってる犬が、酸素が、そうそう、酸素がいかないから脳の 血流がね、血の流れが悪くなるでしょ、そうすると脳に血が溜まっちゃうんだよ、そうすると脳を傷つけちゃうでしょ、そうしたら例えば心臓と肺が動いたとしても、うん、もう脳をやられちゃってるから厳しい、植物人間、簡単に言うとね、うん、あ、救急車戻った、あ、救急車戻ったよ、うん、先の死んだった、救急車戻った今、あ、もう運んだんだ、うん、救急車戻ったから電気消えたから、もう下ろしてね、下ろして、この後に今家族来たでしょ、家族してたでしょ、まあ、今当直の先生が多分死亡診断をして、であとは葬儀屋さん電話、これね、ちなみに病院で入院しててもあのね、亡くなるでしょ、うちも亡くなったんだけど、ほんと早く出てってくれってみたいな感じなのよ、本当に、まあ俺の方からもうあの亡くなった時にもう看護さんに言って、あのじゃあ今葬儀屋電話しますって言って、そう、もう最初からもうある程度もうダメかなって分かってたから、もう手配してたのね、で何時に来てくださいって言って、そう、僕なんか12時だったんでね、そう、うちの服は10時16分だっけ15分だっけな、亡くなったのは9時5分ぐらいだったんだけど、泊まってたのはね、でも死亡診断が12時15分かな、10時15分、だからほんとね、全然時間ないんだ、1時間45分にはもう荷物をまとめて、あの荷物をまとめてね、出なきゃいけないみたい、うん、でお会計とかも夜やってないからまだ後なんだけどね、でパッおむつとかあったから、それはもうプレゼントしたんだけど、持ってってくださいっすよ、でその後この葬儀屋で、葬儀屋行ってね、ね、12時に葬儀屋を運んでもらって、 俺と弟が行ってね、で打ち合わせで1時半ぐらいかな、かしらで火葬所電話して、その火葬日を押さえて、そうそうそう、意外とね大変なのよ、亡くなってもね泣いてる暇ねえから、マジでほんと忙しいんだよマジ で帰ってからだね、もうね、もう家帰ってからだね、涙出たけどね、もうその間はすごい忙しかった、でその日はあんま寝れなかったね、
でも次の日は疲れちゃって寝ちゃった。だからその日はさすがにねできなかったけどね、配信も。そう K2 さんに教えたんだけどさ、うん、もうバタバタだよ。そうだ、意外とね皆さんもほら今元ね両親とか元気かもしれないけど、今後ねそういうのが起きる可能性があるから、もうそんなに泣いてる暇ないからね、亡くなって病院亡くなるとそんなね朝まで いさせてくれないからね、どうですか葬儀屋さんはって言われるから、うん、うん、大変だったでしょ12時15分だったら、うん、だって俺なんかリアルにあの音聞いたからね、あの分かる、あの心臓止まってる時の音、うん、ビーって警告音になってんの、あーもうダメだ止まってると思って。でもねすごいすごいことはね、ちょっとお風呂入りたかったのね俺、もう疲れちゃってその日結構忙しかったから、でお風呂入ってから亡くなった。出てきたらおふくろらしいなと思って、そう入れさせてくれたの、見てた矢印、あれいないよな、意外と忙しいんだよ本当に、朝だった、そう行かない、はい大ちゃんおやすみなさいね、死んでありがとうね、フラットライナー、うん、何フラットライナーって、今のはだからよくあるじゃん、救急車電気ついててこう病院運んでるのは大体亡くなってる可能性が大だね、うん、うん、で死亡診断だけ出してもらいたいんじゃない多分、はい大ちゃんおやすみなさいね、どうもね、うん、でねやっぱね、あのさ今匂いしなかったんだけど、あのなんかねその亡くなった人の通るとね匂うんだよね一瞬だけ、あの死の匂いなのかな分かんないけど、あの不愛臭みたいな匂いするのよ、今ねしてないんだけど、さっき通った時、うんうん、あ本当見てた、そう、あえミネさん寝んの、うん、えサルさん寝んの、うん、はいはいおやすみなさい、そう、うん、そうなんだよ、いやコロナだともうぶっちゃけほら今そうじゃん、亡くなっても一応菌はあるからね、そう言ってるけど移る可能性大だよ。うん、あその匂いかな、タンパそれもあるかもね、でも死んですぐには多分30分ぐらいでもう死後硬直始まるから、あの皮膚がもう縮んでくる、僕ほら見取りとかよく見てたけど、亡くなって止まって体調服から強いじゃん、それが縮んでくるのよどんどん、そうブーって表情がだからそのあの違ってくるんだよね、30分ぐらいになっちゃうね、もうね見て調べたの俺時間見てたの、ああ30分ぐらいになってるって、うん、うん、ミネさん寝るのかな、はいおやすみなさい、うん、はいお疲れ様ね、サラさん寝ないでしょ、うん、そうそうそう、でこれはよくあるじゃん、10日ぐらい放置しちゃってるとすごい匂いするじゃん、うん、そうだからそういう関係がね多分ね、あとね死んじゃうと分かる、みんなそうだけど、あの出るもの出ちゃうのバーンって、わかる、入ってるものが排泄物とかも全部出る、だからわかる、あの綿棒とか詰めてるじゃん鼻とか、うん、だから亡くなった人は基本おむつしてた、あのパンツなんか無理だからね、全部出ちゃうからおむつで吸収、そう気温ね、そう亡くなった人は基本的にもうおむつになってる、そうしないと全部出ちゃうのよ。まあでもだあのもうなんていうの、突然亡くなった人っていうのはそういう絶対しないとやばいけど、もう食べれない状態で多分そんな出ないと思うけどね、食べてない人だと。また降ってんの雨。そう。うん。そんな感じ。ドキュンマーク。いないね、
で病院のね、霊安所って名前で霊安室なんかね、見たことあるけど、結構チャッチだよ。だ逆に介護施設の方がで立派だよ、はっきり言って。特養はみんなあるからね、最後送るとこがあるから。そう、前のとこなんかね、そのね、霊安室があってね、その横がタイムカードなの。夜とかね、遅番とかに帰ると10時頃じゃん、カシャンって開いてんだよ、霊安室が。いないよなとか。だからあれ結構怖い人、怖いと思うよ多分。真横とかにあるから。でもそういう仕事やってると多分もう慣れちゃうんだよね、多分。もうだから救急隊なんか多分もう絶対慣れてると思うから、もうダメかなっていうのは分かってると思うよ。うん。おそらく。うん。そう、出ちゃうんだよね。要はほら力がもう出ないでしょ。だからフリーな状態、簡単に言うと。バーンって出ちゃう。無理に。何の音？何の音今の音？車？車の音かなあれ。なんか変な音してなかった？雨やんだかな。なんか変な音しながら、キャーってキーってね。皆さん寝ちゃったみたい。ドクターペッパーなんかあるよ。ドクターペッパー、しかもろくなもんないし。はい、ありがとうございました皆さんね。打力で動いてる今、打力で。タクシーもういなくなっちゃったか。いや、まだ降ってんな、雨。若干。あ、腰が痛い。なんか今日一日雨だな。夜、全然違ったな。なんか久々の雨の配信だったな。まあ、激しくは降ってないけど、そんなね。そう。疲れた、疲れた。疲れました。ありがとうございました。またね、ちょっと土曜日行けたらだね。はい、ありがとうございました。またね。じゃあ、ツイキャス、お疲れ様でした。おやすみなさい。